満を持しての僕の出番運命は自分で切り開くものだってあの人が言っていたね僕はゴケ兼光君が新しい主戦う条件はお腹いっぱい食べさせることああ僕じゃなくて上杉の刀に 分かった承知最前線は性に合ってる使いこなしてみせるよ何文句なんかないってこういう組み合わせか。 影勝団子主もごっちんって呼んでいいよ。<laughs> そうだね。長船って割と放任主義だから、僕も上杉の刀って意識がつい強くなっちゃってさ。祝いか呪いか、一言多い さいさい花愛にたり人の世は変わりゆくとは知ってはいても守りたいと願ってしまうね人も訪ねてこない雪深い夜のよううん暇新しい仲間が増えるんだなら お赤飯かな形にはなったかな君の力、受け取った。 任務達成お疲れ様記録は僕たちの糧となるごっちん連れてく遠征へ遠征部隊が戻ってきたようだからご飯の準備かな資材調達成功 ノキザルを放て試してみたい戦法があるんだ 気だだらけだぞこうだなまっ二つだ聞く耳はないえいったあい痛くなんかな何だからな俺一人で十分だ切ってやるチェスト 主の旗とともに軒猿を放て 竜の旗を掲げろ総攻撃黙れなして黙れ大切なものを守りたいんだ主 ちょっと待って資材の足しになるか敵将追い詰めたりノキザルを放て。 竜の旗を掲げろ総攻撃聞く耳はないチッたちに付き合うのはもう飽きた聞く耳はない黙れエンマ様への紹介状は書いておいた。 よろしく伝えて。よろしく伝えて。大切なものを守りたいんだ。一。元の主が。 生き残れば勝ちって戦いばかりしてきたもので <laughs> ボロボロだこれくらい最前線で戦えば当然いっちちち。 <laughs> 傷だらけそれがあの人の性分でもあったけどさ僕はゴケ兼光直江兼次とその奥方であるおせん様を元主とする愛の戦士なんて <laughs> そうそう直江の兜の前立てのあれ愛宕権現からとか愛禅明王からとかいろいろ言われてるね。 そしておえもおせん様も上杉家への不滅の愛のもと厳しい状況を生き抜いた方々だったおややっぱり僕たち上杉西推しの愛の戦士かもしれない大切なものを守るために戦いたいんだようやく気がめぐってきたかな。 やば、これはお腹すく。